そんな中、県は営業時間を短縮した飲食店などに対する協力金を当初の倍の1日あたり4万円に引き上げることを決めました。県は今月16日から30日まで県内の飲食店などに対して午後8時までの営業時間の短縮を要請。当初は協力金として1日あたり2万円を支給するとしていました。今週、国が協力金の上限を1日4万円に引き上げたことを受け、県は支給額を変更。今日、時間短縮に応じた飲食店などに対し、当初の倍の協力金を支給すると発表しました。協力金は1日4万円、最大60万円に引き上げ、支給先も事業者から営業する店舗ごとに変更します。協力金支給のための予算は30億円余りに上ります。追加提出する予定の議案が令和2年度の、できるだけ感染のリスクは下げていくと、こういうことが狙いであり、この協力金をお支払いをする意図であるということであります。県の負担もかなり出ますけれども、踏み切って前へ進もうという判断をしたということであります。協力金30億円のうち、およそ22億円を盛り込んだ補正予算案は、開会中の12月議会に追加提出されます。